話を始める前に一言お願いします。天のお父様、皆を賛美します。今日の CS の礼拝ありがとうございます。みんなをこの場に導いてくださったことを感謝します。さらに今からお話していきますけれども、主をさらに導いてください。御心を語ることができるように助け導いてください。お手を感謝します。イエス様の皆によってお願いします。アーメン。皆さんこんにちは、皆さんは自分がどんな性格だなと思いますか？最低。最低なの？はいはい、はいはい、どうぞ。自分の性格、泣き虫。あ、本当？全然そう思わないよあ、そう。でもほらね、みんなの100人100通りっていう言葉があるけど、みんな一人一人全然違うと思います。双子の兄弟でもね、外見すごく似てるけど中身全然ね違うと思うんだけど、周りのお友達や学校の先生もみんなね先生だって言っても違うと思います。怒る人も、すごく怒る人もいれば優しい人もいるし、頑張る人もいるし、ね、いろんな性質っていうかね、性格を持った人がいると思うんだけど、今日はね、イエス様の、12人の弟子のヤコブとヨハネっていう人のお話をしていきます。ちょっとね、今日はね手が抜いてますけどヨハネとヤコブっていますこの二人はね、イエス様からどんなあだ名をつけられたかっていうと、雷の子って名前をつけられました。あだ名ね、雷の子、すごい。何それ？よくわかりません。あのね、それでね、なんていうのかっていうと、ボアネルゲさん、ボアネルゲ、二人もね、揃ってね、すごくね、怒りん坊で、すごくね、短気ですぐ怒る性格だったらしいんですね。あ、俺も結構すぐ怒る。そう、いるかな、そういう友達もね、いると思います。でね、ある時、イエス様が、エルサレムに行くことがありました。まあ、何回も行ってると思うんだけど、その時にサマリアっていう町を通って行くことにしました。本当はユダヤ人とサマリア人はすごく仲が悪くて、あのお付き合いをしてなかったんだけれども、その時は急いでサマリアの町を通って早くエルサレムに行かなくてはいけなかったので、イエス様は12人の弟子を連れてエルサレムに行くことにしました。でも、エルサレムに行こうとしました。でもサマリアの町の人たちはユダヤ人が嫌いだったから、イエス様たちを歓迎することをしませんでした。そしたらこのね、ヤコブとヨハネはすごく怒ってしまって、こう血が頭に上ってしまって、なんとイエス様に言ったかっていうと、ね、空から火を降らしてこの町を焼いて焼き尽くしてしまおうってイエス様に言ったんだよね。そんなことなかなか言う人いないと思うんだけども、でもそういうことを二人はイエス様に言ってしまいました。そしたらイエス様はやっぱりそんなこと言っていけないよ、たしなめて二人をなだめて、それで他の町を通りながら他の町にね、イエス様は行こうとにしました。そしてまたこの二人はその後イエス様に何て言ったかっていうと、イエス様が王様に、ユダヤの王様についた時は自分を右と左に置いてくださいって言ったのね。イエス様の次に偉い人に任命してくださいって頼みました。すごいことだと思うんですね。イエス様が王様になって次に右と左に私たちを置いてくださいってイエス様に頼んだんだけど、まあ、その時にイエス様は何て言ったかっていうと、本当にね、あなたたちは何も分かっていませんねって言ったのね。そしてで、私はね、これから苦しみにあって、たくさんの、ね、苦しみにあって、苦しいことも辛いことも乗り越えていかなくちゃいけないんだけれども、そのことをあなた方は乗り越えることはできますかって二人に聞いてみました。そしたら二人はね、できるって、内容よく分かんなかったと思うんだけども、できるってね言ってしまったりとかしたんですけれども、そしたらその話を聞いていた12人の弟子たちは何と言ったかというと、ずるいって怒ったのね。そのことをイエス様にお願いするなんてね、ずるいよって、みんなね、12人の弟子たちも怒ったんだけど、結局ね、この2人だけじゃなくて他の12人の弟子たちもイエス様の次に偉い人になりたいと思っていました。それはね、みんな同じだったんだと思うんだけど、そしてどうしたかっていうと、イエス様はみんなにね、話をまたし始めました。本当にね、偉い人になりたいと思う人が1
人に仕える人になりなさいって言ったんだよね。偉い人、世の中の偉い人っていうと社長さんとか、まあ、政治家は本当は人に仕わなくちゃいけないんだけど、今の日本の政治家を見てるとなかなか難しいので、そういうことをしてる。はい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 、総理総理そうだね、総理ね。でも日本の総理ね、なかなかね難しいよね。でもね、イエス様は本当に偉い人になりたいなと思う人は人に仕える人になりなさいってお話をしました。人に仕えるってどういうことかな。イエス様はこの話をした後にエルサレムに登ってみんなの罪のために十字架にかかって死んで、この、ね、人に仕えるって言葉を自分が身を挺して表してお手本にして、そして十字架にかかって亡くなられて3日目によみがえって、またこの地上に戻ってきて、この地上がここに来て弟子たちに会って、で永遠の命を与えてくれるってさらにお話をして言ってくださったんだけれども、でね、イエス様は人に仕える人になりなさいっていうことをみんなにも言ってると思います。私はね、結構ね、実は古いんです。あのね、ヨハネ君って知ってるよね、みんなでギフト歌ってるヨハネ君。あのヨハネ君が小学校の時から CS に、この CS でいて、ヨハネ君たちにもこんな感じでお話をしてる時があったんだけども、ヨハネ君はね、全然お話を聞いてくれませんでした。みんなも結構すごいけど、ヨハネ君もいつも後ろ、俺いつも言っておいてね、あ、聞いてくれてないのかなとか思って聞いてるんです。そうそう、ヨハネ君でもね、最後にね、質問をしてくるのはヨハネ君なのね。パッとパッとパッと前を向いて、そして何今日は何の話になるんだけども、いろんな質問をしてきたのはヨハネ君でした。でもね、そんな風にいつもなんか元気でいつも走り回っていて、で聞いてるような聞いてないような感じでいたヨハネ君も今は、ね、ギフトで大活躍しててね、すごいけど、みんなも神様が大きな計画を持ってると思います。一番よく知ってるのは、みんなのことをよく知ってるのは神様だと思うんだけれども、これからどんな、ね、計画があって、私にもね、まだ計画がたくさんあると思うんだけれども、そのことを知るためには神様に、ね、祈ることがとっても大切なことなんだけれども、 CS のスタッフもみんなのために、ね、お祈りをしています。でもね、一番大切なのは、自分が神様、もっと自分はどんなになるんですかとか、自分はどんな計画があるんですかとか、どんな大人になるんですかとかね、ぜひね、神様にもっと聞いて、神様との交わりをね、深めていってもらいたいと思います。今日はヨハネ・ヤコブさんが雷の子っていうところから変わって、イエス様の愛に触れてね、大きく成長して、そしてヨハネはね、聖書のヨハネの福音書を書いた人なんだけれども、今日の聖書の暗証聖句がそのヨハネの手紙のところです。今日の暗証聖句はこれです。一回見ますね。愛する者たち、神がそれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまたお互いに愛し合うべきです。第一ヨハネの手紙4章11節というところです。ヤコブはね、死ぬことも苦しいことも恐れないで、全世界に神様の命令通りに福音を伝えて世界に出ていきました。でも、ヨハネもこう聖書を書いて、書物を書いて、雷の子、怒りん坊のヨハネはこんな手紙をみんなに送って気持ちを、ね、知らせていきました。今日の御言葉はそのヨハネのところから、第一ヨハネの手紙の4章10節というところから暗証聖句が出ています。じゃあみんなでちょっと読みたいと思います。いいでしょうか、お願いします。はい。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまたお互いに愛し合うべきです。第一ヨハネの手紙4章11節。それではお祈りします。天のお父様、皆をお賛美します。今日の御言葉ありがとうございます。またメッセージありがとうございます。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。さあ、ハレルヤです。